タンガ水着ビーチでタンガを着用した女性タンガとは、もともと、ブラジルの先住民族であるインディオの女性などが身につけていた腰巻きのことと言われる。ブラジルのリオのカーニバルなど、サンバカーニバールにおいて、パシスタなど、女性のダンサーが着用する衣装を総称して、タンガというようになった。もともとのタンガは、アマゾン川に生息するナマズのカンディルの一種などが、体内に侵入して、 食い荒らすのを防ぐために作られた陶器製のもので、美術品としても、民具としても価値が非常に高い。近年、ようやく日本で下着の一種としても呼ばれるようになり、フロントとバックが V 字型にカットされ、サイドは紐状にデザインされている。フロントはアンダーヘアを覆う程度のデザインになっており、バックもサイドの幅が狭くなっているのが特徴である。 タンガは、ソング、ジーストリングと同義にしばしば用いられる。北欧や欧米、ヨーロッパをはじめ、海外では、ソングと並んで、いわゆるティーバック下着類や水着類の総称となっていて、非常にごく一般的である。お尻の丸みがきれいに出て、ショーツラインやブリーフラインがアウターに響きにくいことから、フィット素材の細身のパンツの下に着用されることが多い。ソングより、 繊細でエレガントなデザインになっている。ブラジルでは紐状で特に細いものをフィオデンタルと呼ぶことがある。トライハマイクターデイ、奥村忠秀水族環境時代講談社2006年96から97ページ。ありがとうございます。